クリスチャン・マイヤーは月の表側にあるクレーターであり、月の北部に位置する。1769年に金星の太陽面通過を観測し、二重星の研究をしたオーストリアの天文学者、クリスチャン・マイヤーにちなんで名付けられた。クリスチャン・マイヤーは氷の海の北の端に位置しており、クリスチャン・マイヤーのすぐ南には、 シー,イープシャンクスが位置しており、クリスチャンマイヤーの南方約 350km にはアリストテレスが位置している。クリスチャンマイヤーの東にはケーン、クリスチャンマイヤーの北にはメトン、クリスチャンマイヤーの北東にはネーソンが位置している。クリスチャンマイヤーは比較的新しいクレーターであり、鋭利でくっきりとした周壁を持っている。 クリスチャン・マイヤーの周壁は完全な円形ではなく、周壁の一部が外側に突き出たような多角形状の角張った形状をしており、特に西側の周壁が大きく突き出ている。輪郭は菱形に近い。クリスチャン・マイヤーの周壁の内側は段球になっており、クリスチャン・マイヤーの底面は起伏の激しい地形をしている。クリスチャン・マイヤーの中心球は、 クリスチャンマイヤーの中心点からやや北に外れた地点に位置しており、クリスチャンマイヤーの中心球は北方へ伸びたような形状をしている。クリスチャンマイヤーの南東にはクリスチャンマイヤー C が隣接しており、クリスチャンマイヤー D の底面は溶岩によって覆われている。クリスチャンマイヤー D の南東の周壁には隙間があり、クリスチャンマイヤー D の底面は クリスチャンマイヤー D の南東に広がる氷の海と接続している。クリスチャンマイヤーのごく近くにある小さな無名のクレーターについてはアルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。